しよしよし、翼が吹っ飛ばされる。ああ怪我はしちゃったけど、一応フィールドには戻ってきていると喋ってるさなかで、またこの競り合いが、ああやばい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 、ああ負けるな負けるな負けるな。ジャンプ鈴木のジャンプ名作レトロゲーム実況。はい、ということでですね、今回もジャンプのですね、昔のゲーム実況をプレイをしながら皆さんにお届けしていきたいと思っているんですけれども、実はですね、最近ですね、キャプテン翼さんとですね、新しいゲームが出まして、非常に巷で話題になっていて、僕もですね、ちょっとやっているんですけど、とても面白いと。これちょっと実況向きでもあるなということで、今回はですね、レトロゲームではなく、新作ゲーム実況と勝手にタイトルの方を変えさせていただきまして、プレイするゲームはこちら、キャプテン翼ライズオブニューチャンピオンズということでですね、キャプテン翼で描かれた様々な必殺技シュートなどがですね、しっかりと再現されているゲームとなっております。このですね、レトロゲーム実況でもですね、僕過去にキャプテン翼2の方をプレイさせていただいておりますので、また思い出話なども絡めながら実況の方をしていきたいと思います。それでは早速プレイしていきたいと思います。イエイ。はい、では、プレイの方を始めていきたいと思います。さあ、こちらの試合、橘和夫正男がいるんですけれども、まず、はい、はい、翼くんがボールを持ちました。はい、かわす、翼くん、かわす、さらにかわす、かわされない、かわ、翼くんでもかわせない。このゲームやっぱりすごいところは、どんなに翼くんが上手かろうが、やっぱりちょっとミスしたミスのプレーをしてしまうと、どんなに名前のそんなに知られてないキャラでも翼くんでやろうと取られてしまうというところですかね。止められない、止められない。そしてまた何かイベントカットインが入った。ああ、そう、これが俺たちの真空中技、うわあ、これは、これが中学生になった立花兄弟の必殺技、スカイラブハリケーン。これぞまさに立花兄弟の想像を見たか、なんかつ、いやこれよーし、試合はこれということで、イベントシーンなのか、まあ全く、キーパー何もできず、森崎何もできずに決まってしまうんですけれども、このゲーム面白いのは、基本的にキーパー森崎君実は結構優秀で、必殺シュート止めます。よし、ちなみに翼君今ドライブシュートでとかって思ってるんですけども、まだ覚えてない、ドライブシュートまだ打ってません。翼君まだこの段階ドライブシュート使えないので、いけ、来すぎ。さあ、そしてうちもこうやってあれですね、相手のキーパーのゲージを削っていきます。あー、かわされる、やばいやばいやばい、あーやばい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 、あー負けるな負けるな負けるな。あ、すいません、興奮して興奮して、すいません、 PS ボタン押しちゃいました。あ、僕のゲームが見られちゃう、僕のゲームリストが見られちゃう。あー森崎止めた、ギリギリ、やばい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 。さあ、翼、翼を抑えた。さあ、ここからチャンスを作れるか。あー、取られた、ここで奪った。翼くんでもこうやって簡単にかわされてしまうという、まあ僕は下手なんですけども、あー、やばい、森崎、オッケー、ナイス森崎、ダメだ、クロックとして今度はこっちがかわされる、やばい、森崎の体力はもうない、あー体力がない時に必殺シュート来ちゃった、これは森崎くんダメだ、やっぱりまずい、2対0まずいよ、負けちゃう。そして時間は今ロスタイムだから、もうすぐ終わっちゃうな、これ。あー、前半終わっちゃう、スカイラブハリケーンか。あ、ということで、休憩中ですけれども、
できるかどうか。ストーリーモードではしっかりとこういった形ですね、お話原作に本当か乗っ取ったお話が、ストーリーの方もちゃんと進んでいきます。足には相当の衝撃があるはずだし、もうそう何回もできないはずだと。おお、とにかく俺たちは俺たち、相手に惑わされず自分たちのサッカーをしていこう。さすが翼くん、キャプテンらしいですね。なかなかちょっと相手のドリブルを止められていないので、ちょっとうまいこと止めたいですね。そして後半開始早々、何かまたイベントシーンが始まり、これはスカイラブハリケーンが来てしまうのか。またちょっと後半初っ端からちょっと森崎くんの体力が削られちゃうよ。これは翼、一人でも高く飛ぶんだ。あー、翼くんが飛んだ。このままじゃ危ない。うわー、というですね、原作でもあったこちらのシーンもしっかりと再現されながら試合の方は進んでいくはずですが、翼、そうですね、翼くんはこれで肩を痛めちゃうんですよね。大丈夫、この肩の痛めしまった肩が、この後もずっとですね、決勝までいろいろなところで響いてくるんですが、翼、大丈夫、もうあのさ、翼、はい、ということで、相手のコーナーキックからの試合再開。翼くんは怪我はしちゃったけど、一応フィールドには戻ってきていると喋ってるさなかで、またこの競り合いはなんとなくごめんなさい、僕も今初めてやったん、さっきやったのが初めてだったので焦っちゃいましたけども、多分ボタンを連打すればいいのかな。あー、よし、翼いけ、翼だ、敵陣へ攻め込む、翼が吹っ飛ばされる。あー、ひどいな、取った相手にさらにタックルって、もうひどいよ。最後まで熱い展開も期待したいところです。キスギ、取れ、キスギだ、キスギシュート、いけー、入れー、止め、あー、でも、だいぶライフが、ライフも減った、あいつ、おし、いくまならいける、あ、しょぼい、シュートがしょぼいよ、ダメだー、負けたー、試合終了の笛です。ガックシー終了。負けたー、喋れもしなかったし、試合もいいとこ何も見せられなかったし、ちょっと悔いが残る回ではあったんですけど、ただあのこのゲームがなんか面白そうだな、すげえなっていうことは伝えられたんじゃないかなと思うので、そこはまあよしと思います。したいかなと思います。今日ですね、こちらの Vlog をですね見てくれた皆さんにはですね、視聴者プレゼントのことをお伝えしたいと思います。こちら、たった今ですねプレイしましたキャプテン翼ライズオブニューチャンピオンズ、こちらの方ですね1名様にプレゼントさせていただきます。応募方法は今回のこの Vlog の記事にですねコメントを残してもらうこと、ただそれだけでございます。見事ですね当選された方には V ジャンプレイ公式メールアドレスからご登録されているメールアドレスに当選のお知らせメールを送りさせていただきますので、皆さんどしどしコメントの方を送っていただければと思います。次回以降はですね、またレトロゲーム実況ですね、いろいろやり残しているゲームがたくさんあるので、そちらの方にも戻っていきたいと思いますので、お楽しみにしていていただければと思います。皆さん次回の放送でまたお会いしましょう。また見てねー。